はい、皆さんこんにちは、劇団おじいです。今日は8月12日木曜日、時刻の方は10時57分です。あー、下手こいたうわほんと、昨日ね、みんなの銀行ね、デビットカードを使って、5000円までね、20% 還元セール、15日までだからね、忘れないようにやりましょうってことで、で、まだ15日までは 20% オフ還元やってるので、まあ、みんなの銀行を持っていない方、ね、元気なおじいの動画の説明欄にね、ある、紹介コードを使っていただいてね、で、口座を作っていただければ、翌日にね、1000円振り込んでくれるからってね。いや、1000円もらっただけでも嬉しいけども、それは使えば 20% 還元されるよってね、昨日動画作ったんだけど、いやコメント見てね、気がついた。ね、はい、リサさん、おじいやっちまったな。クイックペイかグーグルペイで決済しないと1000円はもらえない。J2 チャンネルさんもね、J2 チャンネルさんも面白いよね。でもね、これJ2 チャンネルさんで、ね、こちらの J2 ってこう読み方入れてるんだったら、じゃあもう普通に J2 チャンネル これだけでやったらと面白いよね。なんかね、J2 チャンネルさんね、確かクイックペイで使用しないと 20% キャッシュバックにならないはずですよ。ネットの利用は不可のようなことを記載されていませんでしたかってことで、はい、レッドさん、これですね、対象となる方法、クイアップルペイ店頭でのご利用ね、クイックペイもしくは JCB コンタクトリースでのけど、なんだこれコンタクトなんとかってね、で、Google Pay 店頭でのご利用、クイックペイでの決済っていうことだよね。これね、どういうことかっていうと、これみんなの銀行で、ここのところにね、ここのところね、デビットカードご利用金額の 20% キャッシュバックキャンペーン実施中ってね、で、あっと思って、ここだけ見て、おじいね、実は、急いで昨日、あっと思って、すぐに Amazon で天岐阜に変えて、で、動画作っちゃったんだよ。おじいとしたことが、内容詳細確認ね、ちょっと怠ってしまったんだよ、昨日ね。いやー、やってしまった。いや、だってデビットカードご利用金額のって書いてあるから、そのデビットカードの番号はね、使えばいいんでしょ？だから、入金して、要は残高にして、で、デビットカードで使ったから、いやもうてっきりこれでいいもんだと。だってここにこうやって書いてあるんだもん。で、表からのリンクはないから、隠されたところのね、中を見たんだね。そしたら、みんなの銀行アプリ10万ダウンロード突破記念。みんなの銀行アプリの10万ダウンロード突破記念して、みんなの銀行デビットカードご利用金額の 20% をキャッシュバック。ちゃんとここに書いてあるじゃん。みんなの銀行デビットカードご利用金額の 20% って書いてあるじゃん。ね。で、どこにもクイックペイとかそういうの書いてないよ。この内容を見て、おじいは疑わなかったんだよ。デビットカード使えばいいんだから。ほんと汚ねえな、やり方が。で、その内容ね、深い階層をね、潜っていったらあった。クイックペイ、グーグルペイご利用で 20% キャッシュバック、ね、上限1000円ですよ。期間中にアップルペイ、グーグルペイでみんなの銀行、デビットカード決済を利用された全ての方にって。だアップルペイ、グーグルペイでみんなの銀行、デビットカード決済で、ちょ、待って、これ意味わかんねえんだけど、おじい、グーグルペイも、アップルペイも持ってないからわかんねえんだけど、どういうこと？グーグルペイ、アップルペイに、このデビットカードを紐付けして使うって意味だったの？これ、もしかして。だデビットカード決済、だってこれさ、聞いたねえよ、これ。みんなの銀行、デビットカードご利用金額で一番、ここはだって表とかこのキャンペーンのところにはここ書いてないだろ、だって。で、隠されたところにさ、だって、これをなんで書かないの？これなんでここに書かないの？なんでここに書かないの？ Google Pay、Apple Pay をの、で、を使ってデビットカードを利用の方って、なんでそう書かないの？
本当おかしいんじゃないのこれ。いや本当こうやってね、Apple Pay、Google Pay 利用の仕方はね、適用条件って書いてあるんだね。で、適用条件はみんなの銀行の口座を作って、デビットカードの発行ね、バーチャルデビットカードを保有している方だから、条件はおじは整ってるわけです。これね。で、期間中に、Apple Pay、Google Pay でみんなの銀行デビットカード検査されたから、だからこれ、どっちもないとダメなの？どっちもないとっていうか、これどっちか片っぽでいいんじゃないの？本当両方とも適用しないとダメって感じなの？どっちか片っぽじゃダメなの？これで、ここね、対象となる決済方法っていうのがあって、そこに Apple Pay で店頭での利用ね、でネットアプリでの利用だ、ネットでも OK なんだよ。だから店頭の利用はクイックペイもしくは GCB なんとかで、ネットでの利用はアップルペイボタンをタップするか、お支払い方法としてアップルペイを選択するっていうね。だネットでのアップルペイの使い方って知らないよ。どうやって使うの？ネットでのアップルペイの使い方って。まいったね。で、Google Pay ね、店頭でのご利用、クイックペイの決済、で、ネットアプリでのご利用、本キャンペーンの対象外ってことなんで、Google Pay はネットはダメなんだよ。Google Pay は店頭でのご利用オンリーで、アップルペイはネットでも店頭でもどっちでも使えるってことなんだよ。でネットで Apple Pay 使うってどうやって使うの？まあね、こういう情報はね、ほにゃまるチャンネルでも言ってちょっと勉強しないと。まあみんなの銀行紹介で30万なんて2日で入れよ、本当ね。はい、そんな感じでね、元気なおじいは下手こいてしまいましたね。あもうそんなこんならね、どうして失敗したら5000人して残してよかったな。うわー下手こいた本当。いやー Google Pay か Apple Pay 自体を持たなきゃなんないんだね結局。まあ、だけど元気なおじいは普通にデビットで、Amazon ギフトを買っただけなんで、キャンペーン対象外ということで 20% 還元の1000円はもらえない、対象外ということになってしまいました。そんなわけで8月の15日までに、5人誰かおじいの紹介で入ってくれて5000入金があれば、今度はApple Pay か Google Pay を使って、それで、5000円何か使えば1000円もらえるってことなんだね結局ね。まあそんなわけでね、昨日の動画を見て誰か一人入ってくれたみたいで、さっき通知が来ていましたね、おそらく1000円入ってると思うんだけど、昨日の動画を見てね入ってくれた方ありがとうございます、感謝いたしますね、ありがとうございますということでね、あと4名様入ってくれる方がいたらね、ちょっとチャレンジしてみようかなってちょっと検討してみます。こんなわけで、昨日の動画にはね、もう速攻でその補足し、ね、動画の説明欄のところにクイックペイかアップルペイで使わないとダメですよっていうね、追加でつけてきました、ね、ああおじいとしたことが失敗したな本当。まあおじいの失敗を見て皆さんは失敗しないようにしてください。やっちまったなあ、やっちまったなあ、おお、なんかこんなねえか、やっちまったなんか こんなのなかったかな、なんかね昔なんかで見たような気がするな。はい、そんなわけでね、皆さんは失敗のないようにしてください。でこのキャンペーンね、対象になった方はキャッシュバックは10月中旬頃までに順次ね、振り込んでくれるそうです。はい、そんなわけでね、おじいは下手こいた。もうそんなの関係あるよ、本当に。ね、もう何にもハッピーじゃないよ。ね、もうハッピー Wi-Fi もダメだし、何にもハッピーじゃないよ、本当ね。はい、そんなわけで、最後までご視聴いただきありがとうございました。みんなの銀行口座持っていない方、ね、マイナスはありません。この説明欄に紹介コードがあるので、ね、口座解説よろしくお願いします。これはまだ期限全然あるんでね。口座開設お願いいたします。1000円キャッシュバックがあります。お願いいたします。おじいでした。またね。バイバイ。